はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、心理学コーチが年収3000万円以上を稼ぐための3つのステップということでですね、ちょっと動画を撮っていきたいと思うんですけれども、斉藤さん本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、斉藤さん、初めましての方もいらっしゃると思うんですけれども、斉藤さんはですね、実際今その心理学コーチ育成の専門家という形で活動をされていらっしゃいまして、本当に数多くの心理学を仕事にして、それを心理学を元にしたコーチとして活躍できる人っていうのをですね、数多く多数輩出されていらっしゃるということなんですけれども、そもそもこの心理学コーチとして、これから稼いでいきたいという方とかもやっぱり中にはね、僕の動画を見てくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そもそもなぜ今これ心理学なのかっていうところもですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、結構今やっぱりニーズがあったりとか、心理学っていうのはどういうふうにして、これから稼いでいけばいいんですかね。まずそのニーズってことに関してはですね、はい、実際に研究はアンケート調査の中で、今日本国内の 46.5% が仕事や人間関係において常にストレスを感じているっていう、データがあるんですね。なるほどですね。で、僕には専門は心理学で、普段は心理学を使って、集客やリクルーティングとか、売り上げを上げていくっていう、サポートをさせていただいてるんですけど、例えばそのやり方的なことも当然必要かと思うんですけども、やり方の土台となっているのが、いわゆるマインドだったりすると思うんですね。で、常にこう不安で思っている方っていうのは、知識を学んだとしても、なかなか行動できなかったりすることがあるんではないかなと思うんですけども、そういった意味ではその常にこうストレスを感じている方っていうのはやっぱり不安だったり恐怖を常に感じている状態なので、なかなか人生が好転していかないっていう意味ではすごくニーズがあるのかなと。まずその心を整えるってことの必要性というのは感じられるのかな、あるんじゃないかなというのが一つですね。なるほどですね。なるほど。本当にそうですね。今もうストレス社会と言われている中において、人間関係であったりとか、そもそもこの人間関係で悩みの一番多い悩みっていうのは人間関係って言われることもあるぐらい、それやっぱストレスを感じている人が多い。その中で、自分がやっぱり自己実現していくためには、そのまず土台として心を整えていくっていうことがもう今すごい求められていると、いうことですね。そうですね。それが一つね。あと、おそらく耳にされることも多いと思うんですけど、これから人工知能がどんどんこう社会進出をしてきて自動化されていく、そんな中で、2030年には今人間がやっている仕事の 47% は人工知能に奪われるっていう論文が出てたんですね。そうなってきた時に、いわゆる作業の正確性とかスピードとか安定性といった部分に関してはどんどん自動化していくと思うんですけども、AI では補えない部分が心であったり、体力であったり、コミュニケーションになってきますので、これからさらにこう自動化が進んでいくにあたって、さらにこう人間らしさとか、心理学というのが重要視される時代が来ますので、そういった意味でもこうニーズというのは、これからどんどん上がっていくだろうと思われますね。なるほどですね。確かに。だからこそこれからの時代は心理学っていうことをものを仕事として、それをフリーランスコーチとして仕事にしていくっていう働き方が、なるほど、求められると。実際この心理学コーチとして、本当に今いわゆる売れっ子コーチですよね。実際お客さんに求められて、本当に年収で3000万以上ですね、やっぱ稼いでいけるコーチになるために必要なステップ、3つのステップということで、まず1個目のステップとして大事なこと、斉藤さんとしては何が大事だと思われますか？ですね、まずこの心理学コーチとしてやっていくにあたって、資格ってはいらないんですよね。なるほどですね。確かに結構資格いるんじゃないのって思われる方多いと思うんですけど、資格はいらないということですね。多いとは思うんですけども、基本的に資格はいらないです。ただ専門的な知識はやっぱり必要なので、それは学んできながら、まずは自分自身の心を整えていく、ってことがまず大事かなと思いますね。自分自身をマネージメントすること。なるほどですね。自分自身をマネージメントする。なるほどですね。
だからこそ専門的な知識を身につけて自分自身をマネージメントしていく、これがステップ1と。そうですね。ではステップ2、これは何が大事になってくるんでしょうか。ステップ2としては、まあ、自分が学んだことを今度他人に生かすってことをや、他人を勇気づけたりとか、うん、他人をこうストレスから守ってあげるとか、うん、他人に勇気を与えてあげるってことで他人を動かしていくってことですね。これをまあやっていただくと、うん、まあ、経験ですよね。経験を積んでいただくっていうのが必要かなと思いますね。確かにね、心理学っていうのを例えばちょっと、うん、学んだだけで、じゃあ一発でその人のことを例えば救えるかって言ったら、まあそれやっぱり経験を積んで、うん、カウンセリングとかコーチングとかそういうのを通じて蓄積していって、うん、スキルをまあ体得していくと。そうですね。いう段階ですね。うん。今とかでやったらね、例えばメンタリスト大吾さんとかが、まあ結構今 YouTube とか、まあニコマ生とかですごい配信をされていて、でやっぱりなんかね、今のストレス社会生き抜こうとかっていう形でずっと発信されてますけれども、まあ、別に大吾さん的に大々的にねならなかったとしても、ああいうメンタリスト大吾さんみたいな形で人を救っていくっていうことも全然情報発信をして、これからの時代ってのはよりしやすくなってきてるっていうこともありますよね。そうですね。そうですね。経験、まずは身近なところからでいいと思うんですけど、先ほどお話させてもらった通り 46.5%、 約半数の方が常にストレスを感じてられるので、おそらく皆さんの周りにもストレスを感じている方がたくさんいらっしゃるはずなんですね。まずは身近なところから救っていくっていうことで経験を積んでいただけたらなと。やはりその、まあ、カラオケでもそうですけど、知ってると歌えるって違うと思うので、知ったから実践していただくと。知ってるとできてるは違うからこそ、まずは量をこなして。そうですね。では3つ目、このステップ3、これは何が大事になってくるでしょうか。これ実際にですね、先ほど北野さんもおっしゃっていただいた通りですね、発信をして SNS ものをうまく使って、はい、発信をして見つけてもらうってことですね。情報を発信して自分を見つけてもらう、そういうことですね。言ってもらう。あ、確かにね、これは本当に大事だと思います。いわゆるその集客の原理原則でやっぱり認知、まあ、自分をまず知ってもらうところからね、やっぱ始まるっていう風に言われたりしますけれども、情報発信をして自分を見つけてもらう、これは本当にもう SNS とかでも全然できることですよね。そうですよね。なんかね、個人で例えば運善前用意してテレビ CM かけなきゃいけないかとかで、テレビ広告かけなきゃいけない、そんなことは必要なくてってことですよね。そうですね、そうですね。この情報発信、まあ、むしろ SNS の無料で使えるコンテンツですし、むしろ今若い方たちというのはテレビよりも、まあ、スマホ見てる時間が長いと言われてるように、やはり、テレビに出れなくてもSNS に登場すれば、はい、テレビタレントのところ変わらない。確かに。で、事実僕もテレビなんか出させていただくんですけど、でも芸能事務所に入ってるわけではなく、もう SNS の発信を見つけてもらうんですよね。で、番組をやってるんですけど出れますかという お問い合わせをいただくことが多分出てくるので、自分がブランドとして発信することができれば、まあ、リサーチャーの方が見つけてくれるので、ね、あわよくばテレビも出れると。なるほど。あわよくばテレビも出れるし、しかも SNS で無料で情報を発信していくことができた。この発信する内容っていうのは具体的にどういった内容がいいとかってありますかね。まず最初、そうですね、その辺はアドバイスをさせていただくところで、最初にコアプロファイリングってやらせていただくんですけど、生まれてから今日までの記憶をこうヒアリングさせていただくんですが、僕の方で、はい、そうするとその方の要はコア、核となるものが見えてくるので、はい、それをどのように発信したらいいのかってことが、まあノウハウというかそういうのであるんですけども、それをお伝えさせていただいて、まあ、今。あ、なるほどですね。それを見極めて情報発信を、まあ、やっていくっていうのが、まあ、一番いいと。そうですね。結局その心理学っていう分野に関しては当然競合も多いでしょうし、おそらくこれから心理学を勉強される方はですね、多分そのキャリアとか経験で言うならば、多分その挑戦バイヤーがたくさんいらっしゃるので、
勝てないって思われるかもわからないですね。ただに関しては、僕自身もそうですけど、経験値とかキャリアよりも先ほど北野さんもおっしゃったように認知度なので、誰から学ぶか誰から聞くかってことがブランド重要だと思うんですね、この時代なので、その誰からあなたは何者なんですかってところをしっかりブランド化する、それを発信することがやはり大事なのかなと、認知力ブランド。だからこそまずは自分自身を SNS の媒体を使ってしっかりと発信をして自分のブランドを高めていくことができたら市場価値もおのずと上がっていって年収3000万円っていうのもなんだか稼げるようになれるっていうことですね。まあ、今回ですね、結構斉藤さんと一緒にその心理学コーチとして年収3000万を達成するためのステップ、そしてなぜ今心理学がですね、必要なのか求められているのかというところをですね、結構深いところのね、髄の部分までちょっといろいろお話を、ね、聞かせていただいたんですけれども、はい、今回ですね、この動画を最後に見てくださった方に対して今回、斉藤さんからですね、LINE アットですね、下の概要欄に、貼っておりますが、こちら LINE で斉藤さんとお友達になっていただきますとプレゼントがもらえるということで、そうですね、はい、はい、プレゼントを差し上げております。こちらプレゼントの内容というのはどういったものがいただけますでしょうか。今現在はですね、ご用意させていただいているのは、はい、先ほどお話になった SNS で一番ブランド化してファンをつけていくための、はい、SNS 大百科7大特典プレゼントというものをご用意させていただいております。 SNS 大百科7大特典、はい、素晴らしいですね。7大特典を手に入れる、はい、ぜひですね、こちらこれから心理学コーチとして好きを仕事にして情報発信をしていきたいという方はですね、ぜひこちら下の概要欄から斉藤さんと LINE でお友達になって SNS 大百科7大特典をね手に入れてみてください。はい、ということで今回のね、YouTube の動画少しでも勉強になった参考になったという方はね、ぜひ高評価ボタンチャンネル登録もねよろしくお願いいたします。はい、ということで斉藤さん本日お時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。